名前を洗剤革命と言います。じゃあまず実験したいと思いますので、はい、洗剤革命の粉を1g ちょっとこの中に入れます。そんなちょっとでいいんですか。はい、それでですねそこにぬるま湯を入れます。うん、ダーッと入れてください。で今日ですね、うん、スタッフの方にこの時計をお借りしたんですね、うん、今日はこの時計の汚れをちょっと落としてみたいと思います。どうかなと汚い時計をでもっと中に入れて強く元気よく吸ってください。なんか色が変わってきたの分かりますか。うん、なんか細かい異物みたいな黒っぽくなってるのが分かりますか。なんか汚い、なんか出てきてますね。表面上は分からないんですけど鎖の間に意外と入ってるんですね。そうなんですよ、ホコリだとか油だとかが結構溜まってるんで、この洗剤は特徴的にですね、擦らないで落とすっていうのがこの洗剤の特徴なんですね。擦らないで、ゆすって落とすんです。そうなんです、すすいで落とすみたいな。出た出た出た、うん。どうですか。で、すすぎはですね、簡単なんで、水にちゃんとつけてもらって、これで次完了です。へぇで、叩いてみてください。あら、タオルが汚くなったわ。逆側はどこ、こっちはどうですかね。はい、じゃあもっとですね次はもっと驚いていただこうと思いまして、うん、はいはいはい、まあ、油性のマジックをちょっとビーカーの中でですね、うん、ぐちゃぐちゃっと書かせてもらいますんで、まあ、あんまり普段こんなことすることはないと思うんですけど、はい、たまにお子さんなんかがね家具なんかに書いちゃう人もいますけども、うんうんうん、そこにまた洗剤革命の粉を入れます。はい、そこにまたぬるま湯を入れさせてもらいます。ダーッと入れてもらってですね、うんうん、でここにですねかき混ぜてもらいます。はい、勢いをつけて。ああ、剥がれてる。ペロペロきたの分かりますかね。面白いね。でこれはですね汚れとでビーカーの間にですね酸素が発生して酸素の力で剥がしてるんですね。汚れを分解するんじゃなくて、うん、汚れを剥がすっていうのがこの洗剤の特徴なんですよ、ね、テープが剥がれていくようにこうペローッと剥がれてる、ね、そうなんですよ。ですから台所で使う時にはスポンジがなくなるんですよ。食器洗い、そうです。食器洗いするときには桶の中に食器を入れてもらって、うん、それで、まあ、5分10分置いといてもらって、うん、あとはさっさっさと。今日ですねちょっと目の前に汚いものをちょっと置いて申し訳ないんですけど、これはかなりすごいでしょ。これは排水口とか換気扇の油のきつい汚れありますよね。今日はこれをちょっと落としてみますんで、ちょっとこの洗剤革命の粉、これは一杯たくさん入れてですよ、うん、これシンクだと思ってください。家のですね、うん、シンクの中にですねそれで混ぜてもらって、次に換気扇のこの油の汚れのすごいのとシンクと排水口のいいですよもう、うん、これを入れてもらって、うん、こんなベタベタの匂いが嫌な感じもあると思うんですけど、これつけといてつけといてください。これはシンクの排水口の汚れですね。 ありますね、はい、水のとこ意外とね、はい、入れてもらって、汚いの、うん、はい、はい、これも最後ですね。これが一番嫌な点滴ですね。これも入れてもらいます。水道の下のところに入ってるんですね。そうなんですよ、うん、意外とこの汚れがどれぐらい取れるか、これちょっと置いといてください、うん、これはすぐに落ちませんので。ああ、そう、ちょっと時間がかかる、はい、その間にですね、はい、今日ちょっと壁を持ってきまして、これスプレーボトルの中に洗剤革命の粉入れてここにかけてもらいます、うん、ちょっとかけてください。もっとたくさんかけていいよ。どん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 その左側の方かけてみて、こういうところ、そう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 、わかりますか。おお、わかるわかる。すげえ。すげえ。これの汚れも同じです。すげえ。要はかけるだけの汚れを剥がすっていう、これも酸素が発生してますんで。剥がす力なんだ。そうなんです。じゃあさっきの汚れがどんな感じになるか、もうちょっとさっとゆすいでみてください。元気よく。開けてみてください。わかりますか。どうですか。綺麗になっちゃうの。要は。擦らないということは手間がかからないで家中の全ての汚れを簡単に落とすっていうのがこの洗剤革命の特徴なんですよ。ただですね、皆さん気になるのはこんだけ落ちると安全性どうなんだっていうことを皆さん、うん、気にかかると思うんですけど、これはもともと塩素とか酸を一切使ってないですから、うん、赤ちゃんの哺乳瓶、うん、雑菌が結構溜まってるじゃないですか、はい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 、あれの除菌だとかも一気にできますし、全てのものを使っていただきたいと。スプレーボトルを作る時には、はい、耳かき一杯、そんなにこの分量で、そうです、この分量で耳かき1杯でです。こんなに入ってるんですよ、だって2000本できるんですけど。もう決めた、私は。ありがとうございます。もうこれにする。ありがとうございます。まあ値段だ、あとね。はい、食器洗いなら200回スプレーボトル、さっき言いましたね、これだったら2000本、これが全部できて 1kg 入れて8800円で出てきます。あら、ぜひ使ってみてください。使って
わかります。使う。キッチン、リビング、お風呂、アクセサリーまで家中のいろんな汚れはこれにお任せ。多目的高機能洗剤、洗剤革命は 1kg 入りが8800円です。なおこちらの